タラコタクボタです。どうも皆さんこんにちは。今日はこちらをご覧ください。ちょっと回転上げていただいてもいいですか。はいはいはい。おお。下上下下下へ下がると開くんだ。おお。なるほど、ありがとうございます。ガソリン、ウォーター、ケロシン。そうだ、これ水入れるんだよね。うん、水入れて爆発力を高めるという、水蒸気爆発をさせるという。水蒸気爆発しますかね、本当に。いや、やってみないと分からんけど。でも、あれか、負荷がかかってないからね。うん、この冷却水を使ってると。そうだね。これがそうか、水蒸気爆発だ。仕事させれば、そうだね、あれかね、カマナもわかるし、水も入れて水蒸気爆発を起こさせて力を上げるってことができたかもしれないね。なるほどな。ジェット機が離陸の時にね、水を入れるっていう理屈がわかるね。あれ、信州どちらでしたっけ。いや、あの信州は山形村です。山形村ってとこがあるんですか。この辺ですか。松本市のすぐ西側です。何台ぐらいお持ちなんですか。いや、結構溜まっちゃった。大きいのがね、あと H20 ヤンマーのね。 H20 もあるの。 H20 があるもんで、小さいのが邪魔になってね、少し片付けました。ああ、そうですか。 H20 あるんだ。今度ヤンマー祭りね、ぜひ。もう発動期歴は長いんですか。いやいや、まだ、4年くらいだと思うけど。最初運転会のきっかけは何だったんですか。いや、インターネットの YouTube です。それで一番最初行った運転会はどこですか。ホリデーユです。あ、ホリデーユなんだ。あ、そうか、安住の。そっから始まっちゃった。未だまだ夢中になってる感じだね。大丈夫だと思うけどね、まだ。なるほどな。ほとんどじゃあ長野の運転会は行ってるのかな。あのね、東京はまだあんまり行ってなくてね。白馬と原村以外八ヶ岳ね。そんな程度で、県外にはまだ行ってないです。なるほどね。いや、ありがとうございます。はい、H20 もお持ちなんですね。はい、インターナショナル10馬力でした。